はいそれではですね10月23日の3問に入る前にお伝えしたいことがありますえ今日一日を大切にすることその積み重ねが合格へとつながりますえ今日一日でできることっていうのは正直大したことないですよね一日しかないのでそんなに多くのことを勉強するっていうことはできないんですよ 私が独学で勉強していたときはえ、過去問集の解説が薄いんで、ネットを調べてばかりいたんですね。すると、1問あたり20分とか30分かかることもよくありました。えつまり、1日1時間半の勉強だったら、2から4問ぐらいしかできないんですよね。この2問から4問と聞くと、まあ大した問題数ではないと思います。でも、これを30日積み上げたらどうなるでしょうかさらに、半年積み上げたらどうなるのでしょうか そう考えると非常に多くなっていきます。だから今日一日が重要なんです。今日一日計画した内容をこなすことが重要なんです。来年合格するために今日一日を大切にしていきましょう。今日という日はもう戻ってきませんので、今日も一日悔いの内容にしていきましょう。それでは23日の3問に入っていきます。相続による所有権移転登記を申請する場合には、申請情報と合わせて、 非相続人の所有権の登記の登記識別情報を提供しなければならない。○か×かという問題ですねえ。考えたい方は動画一旦ストップしていただいて、この動画の下の概要欄から問題文をご確認ください。え答えはえ×ですね。まず、登記識別情報って知っていますでしょうか。え登記義務者を確認するための、ま、紙なんですね。昔は権利証と呼ばれていました。 でこのまあ、登記義務者って、まあ、これ誰なのかっていう話になるんですけどもこれもちょっと説明していると長くなりますのでえちょっと今回、えー、省略させていただきますあの個別指導の受講己さんでわからない方は質問していただければ解説させていただきますえ売買だった場合売り主が登記識別情報の紙を持ってるんですねでそれを登記所に提出しますで売買のように登記を売り主と買い主共同で行う場合っていうのはこの登記識別情報が必要なんですね でも、相続の場合っていうのは不要なんですよ。だから、今回の問題、非相続人の所有権の登記の登記識別情報を提供しなければならない。まあ、これ提出しなければならないということなんですけども、これは罰だということですね。じゃあ、なぜ相続の場合は登記識別情報が不要なのか。これをちょっと考えてみましょう。なぜならですね、登記義務者である非相続人、まあ、この方死亡した方ですよね。この方は死亡しているので、 識別情報どこに保存していいるかかわらないんですよねだから相続の場合っていうのは登記識別情報が不要となっております、まあ、このように理解するとどんどん頭に入ってくると思いますまた忘れにくくなるんですよね、まあ、今回はえ理由をね解説させていただいたんですけども市販の解説書だったりとかあと過去問の解説とかですよねにはここまで載っていないと思うんですよ なので、レトスの個別指導の受講者さん以外の方っていうのはもうどんどん調べていきましょうこのメルマガだけでは量としては少ないんですね1日3問しか勉強できないので全然少ないんですよまた、このメルマガっていうのはあくまでも理解学習の第一歩なんですよねで重要な部分まではお伝えしていませんなので調べるのが面倒という方また理解学習をして絶対合格したいという方は個別指導をご利用ください個別指導ではわからない部分は無制限で質問を受け付けています また、返信も他社よりも全然早いです。他社だと聞いた話だともう2、3日とか、長いと1週間返信返ってこないというところもあるらしいです。まあ、これはね、あの私が実際に受講したというよりも、弊社の個別指導の受講者さんがえ言っていた内容なんですけども、やっぱ遅いんですよね。で弊社は他社さんよりも早いので、その点もお客さんにとってはメリットじゃないのかなと思います。え個別指導の詳細っていうのは動画の下の概要欄に URL 貼っておきますので、そちらからご確認ください。 それでは問い2ですね。えー、宅地建物取引業者は、宅地、もしくは建物の売買の契約が成立したときは、宅地建物取引業者でない飼い主に対し、取引しをして、一定の重要な事項を記載した書面を交付した上で、説明させなければならない。まるか罰かという問題ですね。で、答えはどうでしょうかツです。 重要事項説明及び書面の交付っていうのは契約成立前に行わないといけないんですよねこれさらっと読むと分かっていても丸にしてしまうんですよこの辺さらっと読んじゃって、まあ、最後の方だけ見るとこれ正しく見えてくるんですよね今回の問題は前半部分が誤ってるんですねちゃんと問題を読む癖つけないとですね間違ってしまいます もうボンミスしちゃうので、もうボンミスしちゃうと、もうどれだけ実力ついていても合格点取れないんですね。なんで、しっかり問題文を読む癖をつけましょう。また、問題文のこの取引紙押しての押してですね、この押して。まあ、これについてなんですけども、あの、解説ちょっと長くなりますので、この点については個別指導で解説させていただきます。あの、個別指導の受講者さんでわからない方は、ご質問いただければ解説しますので、ご質問いただければと思います。 で,問3ですね開発許可です開発許可を申請しようとする者は、あらかじめ開発行為に関係がある公共施設の管理者の許可を得なければならない。丸か×かという問題ですね。で答えは×です。開発許可を申請しようとする者は、あらかじめ開発行為に関係がある公共施設の管理者と協議をして同意を得る必要はあります。しかし、許可までは不要なんですね。 なので今回え、許可を得なければならない。だから罰だということなんですけれども、この内容、え理解できていますでしょうかあの、法令上の制限っていうのは丸暗記っていう方もいるんですけれども、この今回の問題も含めてですね、理解すべき部分あるんですね。今回の問題もちゃんと理解しなきゃいけない部分なんですよ。それをちゃんと理解していないと、なかなか合格ってできないんですね。 まあだから、弊社の個別指導では、法令上の制限についても、理解ができるように解説をしています。なので、来年絶対合格したいという方は、ぜひですね、個別指導をご検討ください。今日も最後までご覧いただきまして、ありがとうございました。また、明日も動画をお送りしますので、ぜひご覧ください。レトスの小野でした。